シベリア連邦大学シベリア連邦大学本館地図。シベリア連邦大学はロシア連邦東部の町クラスのヤルスク市に所在する連邦大学である。現代的な総合大学として基礎、応用研究及び教育を行っている。シベリア連邦大学には21の学部がある。シベリア連邦大学は国内外の大学ランキングにおいて高い評価を得ている。 2019年度にはロシアの大学ランキングシベリア連邦大学は大学入学試験に向けた準備教育だけでなく高等教育、大学院教育、そしてより専門的な職業訓練に至るまで様々なレベルの教育を受けることができる点において多くのロシア国内の高等教育機関から特出している。シベリア連邦大学は2006年11月4日付の ロシア政府による教育国家プロジェクトナ、no. ンバーワン518の決議に基づき、シベリア極東地方において特に競争力の高い経済分野の専門家を育成してきた主要な4つの大学を統合する形で設立された。シベリア連邦大学設立の目的はロシアにおける高等教育システム現代化の支援、シベリア地方経済の競争力の強化、高度な資格を持った。 専門家の育成及び研究、教育、技術、文化の領域における国際協力の促進である。現在学内には21の学部があり、2000人の教員の下で2万9000人の学生が勉強している。総面積650ヘクタールの敷地内には、教授研究棟、300万冊の書籍を所蔵する図書館、国際基準を満たしたスポーツ複合施設、 会議及び展示用の行動を備えたコングレスホール、学生寮、教員宿舎、売店などがある。大学は現在も進化を続けており、市民及び地域の若者にとって非常に魅力的な場所になりつつある。現在、1000名以上の留学生が正規生として勉強をしている。また、その他にも毎年14カ国の様々な大学から、 合計200名以上の留学生がシベリア連邦大学を訪れている。シベリア連邦大学には国際教育センターがあり、ロシア語検定試験及びそのトレーニングコース、そしてロシア連邦国籍取得のためのロシア語検定試験を受けることができる。また、シベリア連邦大学入学を目指す外国籍市民及び、 無国籍者に向けた外国語としてのロシア語の学習支援も行われている。現在シベリア連邦大学にはデザイン事務所、設備の共同利用センター、実験所、イノベーションセンター、テクノパーク、テクノロジー移転センター、試験工場など35の研究開発機関がある。その中でもシベリア連邦大学、ロシア科学アカデミーシベリア支部、 そして主要なハイテク企業が共同で研究を行うテクノパークは極めて重要な施設である。シベリア連邦大学は共同研究所の開設や学生研究グループの組織を通じて MMS のリリスクにッけるバングコーネフト、ルッセルなどといったクラスのヤルスク地方に所在する大企業との提携を熱心に行っている。また、大学の基礎応用研究は ロシア科学アカデミーシベリア支部の研究所と密接な関係にある。学内には中国、日本、トルコイタリア出身の外国人の教授が在籍するだけでなく、毎年200人以上の国内外の一流大学に所属する客員教授、そしてロシア科学アカデミーシベリア支部に所属する多くの科学者がシベリア連邦大学で教授、講師として講義、 共同研究を行っている。シベリア連邦大学は国内研究所、企業との協力だけでなく国際研究、学習空間及び国際協力への参加も積極的に行っている。現在シベリア連邦大学はイギリス、ドイツ、スペイン、フランス、チェコ共和国、スロベニア、イタリア、日本、アメリカ合衆国、中華人民共和国、ベトナム、 ウズベキスタン、トルコ、シンガポール、モンゴル、大韓民国などの大学、学部、研究所と緊密な関係にあり、学内にいくつかの共同学術研究所も設置している。今日クラスのおヤルスクにおける科学、知識、文化、スポーツ活動はすべてシベリア連邦大学とつながりを持っている。特に学内では学生及び 教職員の才能を発見し成長させるための様々な取り組みが行われている。学生活動やレクリエーションは学生と教職員の健康の維持、促進及び独創性、効率化の促進を助ける働きがあると考えられ、シベリア連邦大学では特に重要視されている。そのため、グループやクラスといった最小単位から学部や寮、地域間大会に 多くの観客と選手を含むスポーツイベントに至るまで、様々なレベルでのスポーツイベントが行われている。毎年大学は250以上の異なるスポーツイベントを行っており、その総参加者は1万5000人を超える。また、普段の生活から体を動かす機会が得られるよう、様々なスポーツ施設が用意されている。学内に設置されたスキースケート用具及び自転車の無料貸し出し書も、 学生、教職員の間で人気である。大学にはボクシング、ダイビング、サッカー、バスケットボール、ホッケー、観光クラブなどといった33の異なるスポーツ分野の中に71の学生スポーツ部がある。学生スポーツは大きな成果を上げており、ラグビー、ミニサッカー、サッカー、バレーボールのシベリア連邦大学合同チームは、 ロシアの学生大会において何度も優勝している。学生と教職員の業績を大切にする、校風であり、学生スポーツの業績は、ロシア国内外における、シベリア連邦大学の評価を著しく高めている。シベリア連邦大学は、スポーツだけでなく、メディアを使った発信も、得意としている。シベリア連邦大学には独自の出版書があり、 シベリア連邦大学科学雑誌などの科学雑誌を出版している。シベリア連邦大学の学生は、大学誌の出版とシベリア連邦大学テレビチャンネルの運営を行っており、そのニュースレポートは自身の放送ネットワークだけでなく、クラスのヤルスク地方のテレビチャンネルにも提供されている。ユニバーシナーでもしくは一般的にシベリア連邦大学の日々と呼ばれる、このイベントは、 数ある伝統の中でも最初期にできた重要なものの一つである。2008年に南連邦大学とシベリア連邦大学の間で競技会が行われ、その枠組みの中でスポーツから科学に至るまで様々な分野で競争が行われた。また、その中で南連邦大学の教授陣はシベリア連邦大学の学生に向けて公開講義を行った。 この魅力的なイベントは、総勢数百名の両大学の職員と学生のための巨大な花火で締めくくられた。9月の初めは、大学の伝統行事の中でも最初期にできたものの一つである。これは、シベリア連邦大学の新入生を歓迎する行事であり、その組織は在学生と学生コミュニティの代表者が行う。様々な才能を持った在学生たちが、 自身の学部を代表し、各ブースで新入生を迎える。9月の初めには、ロシアのスーパースターたちが参加し、また、シベリア連邦大学のクリエイティブチームによるコンサートやパフォーマンスなども行われる。イベントの最後には、新入生のための花火が打ち上げられる。また、その他にも以下のようなイベントが行われている。ありがとうございます。